はい、おはようございます。今日は金曜日、午後は用事あるんですけど、午前中は暇なのでちょっとなんかやるか。タイヤ付きアルミホイルバラしてみるか。17インチ、それをクラップ屋さんに売り行くか。ホイールだけで、まずはオークションコンポなんですけど、この中国製の電子レンジ3280円で売れました。はい、 R 結構安いんだな、新品で。中国製の電子レンジはだから中古でも全然値段つかないですね。これだけの程度いいやつ、たった3280円でしか売れなかったです。今からコンポします。はい、実はコンポ終わってます。どうだ、3辺の合計出すか。岡山県の送料2288円、3000円の商品で送料2000円、きつい。カーオーディオ機器9台まとめて売ったら5000円で売れました。雑品で出すより高いな。うん、梱包します。実はこれも売れる前提で梱包してあって、 PP バンド指名しただけです。よし、3辺の合計測ります。はい、千葉県まで1386円、安い。今日燃えるゴミの日なので燃えるゴミ出してきます。めちゃくちゃ重いんですよね。重量の大半は水分です。これですね、17インチ。今アルミいくらしてんだろう。タイヤも全然売れなかったな。まあこれはスクラップ値段で買ったから別にいいんですけど。よーし、バラシ状に持ってきます。タイヤって外れないんですよ。もちろんどうやって外すかっていうと、俺独自の方法なんですけど、ここを切るんですよね、高速切断機で。ここに針金入ってるので、ここさえ切れれば、この辺までこう、こっからこう、バールで外せんですよね。今やってみますか。これちょっとだけ刃が残ってるけど、これでは届かないんですよね。この刃がもったいないので、とりあえず切れるとこまで4本切っちゃいますね。そしてからこれにこうやりましょう。
重いな17インチは。交換しなくてもいけましたね。 8箇所切りました。裏表。そしたらこの平バール2本ぐらいで、あ、落としてねえからダメだ。一回落としましょう。ダメだ。腰で。どうやったらいいかな。軽い。めちゃくちゃ軽い。やば。なんで落ちてんの。やばいぞこれ。
こんな感じで外していきます。裏側外すときはこの切り込み入れたところに置く。アルミホイルにバールを引っ掛けて外れた。ちょっと休憩しましょう。まずスクラップ屋さん行く前に昨日の塗装の荷物を下ろすか。はい、荷下ろし完了しました。この上にアルミホイル4本だけ積んじゃいます。はい、積み終わりました。で、一旦この動画はストップしましょうね。先ほどのアルミホイル靴は4本で10,510円になりました。ちょっと今計算してみるか。はい、単価出ました。タイヤ付きアルミホイルは1本1500円だそうです。で、4本で6,000円で、アルミホイル自体は270円で15,530円になって、タイヤの処理費が330で1,320円。で、差額は9,200円の儲けかと思うけど、仕入れに6,000円かかってるので、それを考えると3,210円。っていう計算になるってことだよね。全然採算に合いますね。17インチ1500円で売ってくれる人はなかなかいないか。これだけど17インチ1700円で買ったらやってられなくなっちゃうな。ワンセット3,000円の利益は欲しいですよね。っていうことで、17インチは、バラした方がお金になります。タイヤ付きアルミホイル1本1500円で出すんなら、バラせば9、これぐらいになるっていう計算ですもん。30分ぐらい、もうさ、30分もかかんないわな、外すの。今回話の用事が、スクラップ屋さんに用事があったから、4本ばっかり持ってったんですけど、これ貯めてれば、うん。バラした方がいいな。っていうことで、以上、17インチはバラす価値あり。はい、以上。